めちゃめちゃ福山さん近い、うわーっつって、マクロスセブン福山さんが初めてレコーディングされた曲だったそうで、そこに入った瞬間くらいに福山さんのギターの弦が切れて、もうマジのらりくらりしたいみたいな。皆さんこんばんは、マクロス大好き芸人マジカルファンタジーの門真です。よろしくお願いします。今回はですね、ワン福山雄介さんライブツアー2022夕暮れのティータイム名古屋公演のものすごくゆるいライブレポをさせていただきたいと思います。あものすごくゆるいのとものすごくにわかなので、大丈夫な方だけ引き続き見ていただけたらと思います。いつも見てくださっている皆さん、今回初めてたどり着いたよっていう方、ありがとうございます。名古屋公演なんですが、めちゃくちゃ寒かったんですよね、その日12月23日 で翌日雪積もったんですよ。それくらい寒かったんですけれども、ただし3番目に入れてしたら、いつもいらっしゃるんでいつもすごいなって思ってるんですけど、このめちゃめちゃ寒いのに、こう入り口入ってすぐのところに社長の佐賀さんがいらっしゃって、でも皆さんにこうお客さんに声かけてて、でカノンはもう今日早いねみたいな感じでおっしゃってくださって、でなんかもういつもすごいなって思うんですけど、あの限界オタクすぎていつも何も言えないで、はいってだけで入っていったんですけれども、もうなんかもう社長だったらもうなんかあったかいところとかで、というかまずそのなんだろう、現場に来ないのが普通なのに本当にすごいなっていつも思います。で入って3番目だぞと、ただこれは私のようなものが前の方に行くのはどうなんだとただいさえ限界オタクなのに前の方に行くのはどうなんだと思ったんですけれども、全く大人になれずしっかり最前列に行ったんですけれども、本当すいませんっていう感じなんですが、ただできるだけ最善でも目立たないようにしようと思って、一番上手の一番端に行ったんですけれども、始まったらバチバチに福山さん近くて、もうあ危うく失神するかと思いました。でその席座るときに、お姉さんが隣空いてますかっておっしゃってくださって、あ行きますよって言って、あここにしよっかな、でもあっちにしよっかなみたいな迷ってらっしゃって、で結果的に真ん中の方に行かれたんですけど、その後でお手洗いに行った時にもそのお姉さんに会って、そしたらなんかわざわざ、いやなんかごめんねみたいな、やっぱり真ん中で全体見える方がいいと思って違う席にしちゃったっておっしゃってくださって、優しくないですか、なんかわざわざそんなこと伝えてくれませんよね、普通に。カノアがキモーターだからいなくなっちゃったって思ったと思ってくださったのかなみたいな。始まる前から感動でした本当に。そんなことがありまして、名古屋公演も始まりの日から始まって、めちゃめちゃ福山さん近い、うわーっつってすいません、心のよだれダラダラで見てたんですけれども、今非常に変わりあって毎度お見せどころの夕暮れのティータイムだったんですけれども、夕暮れのティータイムの前の MC で、なんか幽霊見たことありますかみたいな、ここにもいっぱい見に来てたりするんですかねみたいな、その結構こうなんかいっぱい話していじるみたいな感じの
流れになって、で福山さんがいいっていうわけではないんですよっていう感じでおっしゃってたんですけど、で夕暮れのティータイムの1番終わって2番入る前くらいにこうストップモーションみたいな感じで止まって、悲しみ割りにあったよみたいなこう演出があったんですけど、そこに入った瞬間くらいに福山さんのギターの弦が切れて、そんなことあるみたいなことになって、だからもう弦切れたって福山さんもなって、こうエアーでギター変えて変えてってそれの人に言って、 F1 の3人も伸ばして伸ばしてってエアーでやって、でギター交換して、もうここがすごいと思うんですけど、何事もなかったかのように2番に入ったんですけど、すごいなってか、いろんなことが総合してめちゃめちゃすごいなって思いました。いや、まずなんか見せ場で弦切れたりしたらカナもテンパり散らかして何も対応できないと思います。次がフィオリアグリー、次がジャングルレリーで、モンちゃんさんが福山さんの曲で一番好きな曲がジャングルレディですっていう風におっしゃってて、麻生さんも、いやめちゃくちゃやってて楽しい曲ですねっておっしゃって、で哲郎さんも、いやもう演奏しているといろんなところに連れてってもらってる気分になりますねっておっしゃってて、おいし皆さんすごい、やっぱコメントもなんか素敵だなと思って、福山さんもこれがバンド力ですみたいな感じでおっしゃってて、いやチーム力いいなって思ったのと、ジャングルレディいい曲だなと改めて思いました。そしてブルーがあってオホーツクにて行ったんですが、会場の照明が他の曲もなんですけど、もうめちゃくちゃなんかこう派手というか綺麗で、オホーツクにてのサビに入った時にうわーってなんか淡い黄色みたいなのがうわーってなってたんですけど、もうただでさえ福山さんが神々しいのに、もうなんか神々しさが眩しすぎて、マジでここ天国かって思いました。もう天国だし神だしみたいな今ほんと単語2つの単語しか言ってないんですけど、いやもうなんかすごかったですし、いやまあ覚えつくにてを歌ってらっしゃる時の福山さんがなんかもうすごいこう歌詞に気持ちが入ってるなっていつもすごく感じます、感じて、素敵だなと思います。あと曲終わる寸前くらいのギターがのギターの弾き方がめちゃくちゃセクシーだった記憶があります。それから水晶の夜を演奏されて、でその流れでの今回水晶の夜からトルバさんのヘブンにつなげたいということでされて、でそこからさらにクボンさんの遥か時の彼方をされたんですけど、遥か時の彼方の終わりの福山さんの口笛を聞くと情景がふわーってこう思い浮かんで泣けそうですってポンちゃんさんがおっしゃってて、初めて拝見した時もてかいつもなんですけれども、福山さんの口笛ってなんであんなに綺麗なんだろうっていう、すごいですよね。まず口笛が吹けないんですけれども口笛ってどうやって吹くんですか口笛を成功させるには口の形は軽くすぼめる形になります。ろうそくの火を吹き消すにと伝えるのは分かりやすいでしょう。検証結果、福山さんはすごい、で誰かが君を待っている、でじんわりとした気持ちになり、そしてこれもすいませんが毎回外せない曲なんですけれども、話すの外せない曲なんですけれども、オーバーザムーンをしかもあんな間近で見れて、もう本当にもうクリスマスイムイムだったんですけど、あのサンタさん最高のクリスマスプレゼントありがとうございます、サンタさんよりも福山さんにありがとうございます、福山さんの存在にありがとうございますっていう感じなんですけれども、もうマジのらりくらりしたいみたいな感じ
です。配信も名古屋公演あったんですけど、配信の画面上で見るとなんかすごいファンタジー感っていうかなんかあって、何この神業みたいななってすごいってなりました。照明の人も配信の方もありがとうございます。頭が上がりません。でそこからもうコロナにかかられてしまって、でまだこう万全な状態ではない中で、その後ドラゴンアイからブワーってもう激しめの曲をされていて、すごいやっていう、東京公演の時にもいたような気がするんですけど、毎回同じようなこと言ってて申し訳ないんですけど、いや本当なんかもうすごいなって思いました。普通無理だと思うんですけど、簡単の2文字につきます。それでですね、アンコール前最後の1曲が今回のツアーで毎回あった1曲マクロスセブンの曲を演奏してくださってたんですけど、名古屋公演はプラネットダンスをやってくださって、プラネットダンスがマクロスセブン福山さんが初めてレコーディングされた曲だったそうで、マクロスセブンとかジャムプロジェクトさんがアニソンがあってくれたおかげで、もうこんだけすごい長い間歌ってこれたし、世界でも歌えたしみたいな、とてもなんかありがたいですみたいな感じでおっしゃっていました。そしてもうともかくプラネットダンスもう爆裂にかっこよかったですね。にやけるくらいかっこよかったですね。もうびっくりしたんですけど、配信で 見ないと気づかなかったんですけど、中央に来る時に結構もうすごい激しいに演奏してらっしゃる最中にペグをなんかバーって回して、めっちゃ演奏してる時に多分チューニングされて、って思いました。すごくないですか。音楽のこと何も分かってないんで、違うことをされてたのかもしれないんですけど、こんくらい回したらあの戻るみたいなイメージでやってらっしゃったってことですよね。信じられないと思いました。でそれでアンコールに入られて、真っ赤に近い大盛り上がりし、で福山さんらしいなっていうのがこのラスト1曲を残した段階で、あ今日メンバー紹介してなかったねって言って、ラスト1曲前でメンバー紹介があって、すごいキュートだなっていうのと、でその次ラストがこの空の下に君がいるからですけれども、名古屋公演も終わってしまうのか、ファンのために歌ってくださってありがとうございます、うわーって感動でいっぱいだったんですけど、なんとサビに入る前にまたギターの弦が切れて、ってなって、しかもその後の MC でおっしゃってたんですけど、1回のライブで弦が2回も切れるなんてこれ20年ぶりくらいですねって福山さんがおっしゃってて、みたいな。しかも全部なんかこう今からいいところだぞみたいなところでなって、そのことあるんだって驚きでしたし、もう福山さんも大変だっただろうなって思います。でその弦が切れた時に1回目の方で、多分2回目も気づいてらっしゃったと思うんですけど、麻生さんが切れたのすぐ分かりましたみたいな感じでおっしゃってて、で結構他のメンバーの方もこうステージ全体見てらっしゃるっぽくて、配信で見てるとあんだけドラム叩きながら何で見れるんですかっていう、すごいっていうのと、何かの曲であった一瞬のカメラ目線がめちゃめちゃ素敵でした。で哲郎さんもご自身のコーラスがないところで福山さんの歌を聴きながらちょっと口ばくしながら演奏されているところがかっこよかったです。ポンちゃんさんは福山さんが MC をされている時にうっかりキーボードをちょっと鳴らしてしまって、でサイレントでやってらっしゃるのがめちゃめちゃキュートでした。もちろん皆さん演奏はもうとっても最高でした。そのような感じで名古屋公演を無事に
終演されました。名古屋公演もなんかいろんなハプニングとかも含めて最高の公演でございました。名古屋でもお会いできた皆さんありがとうございました。それでは最後まで見てくださった皆さんありがとうございます。もしよければチャンネル登録、グッドボタンしていただけたら励みになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。この空の下に君がいるから。バイバーイ。